こんにちは、ナタリア・シチェパンチクです。こちらはジェネレック8000シリーズです。ジェネレックはフィンランドで35年前から生産され、クラフトマンシップが貫かれています。8000シリーズの設計コンセプトは歪みの減少、正確な温造定位、ワイドでニュートラルな特性、ダウンサイジング、これらを実現するために最適な形状を追求することでした。それでは詳しくご説明しましょう。スピーカーエンクロージャーはアルミニウム製です。アルミニウムは一般的にエンクロージャーに使われる木材に比べはるかに頑丈で硬い素材です。たった4ミリの厚さで理想的な強度が実現でき、このことはエンクロージャー素材として大きなメリットです。アルミニウムは最適なエンクロージャー素材として大きな内容積をもたらしてくれます。優れたローエンド特性と大音量を小さなエンクロージャーで実現することが可能です。四角いエンクロージャーでは角の尖った部分で音響反射によるゴースト音源が起こり、ステレオ音像定位がぼやけてしまいます。8000シリーズではラウンド形状でこの問題を解決しています。ジェネレックはアクティブモニタースピーカーのイノベーターです。各ドライバーユニットに最適な専用パワーアンプを組み込んでいます。スピーカーのフロント面にはツイーターの広域音響指向特性をコントロールするためにDCW という滑らかなくぼみがあります。 DCW はフラットな周波数特性の実現に有効です。さらに理想的なリスニングエリアを拡大する効果があり、スイートスポットをやや外れた場所でミキシングを行っても適切なモニタリングが可能です。ドライバーユニットの破損を防ぐために保護回路が内蔵されています。スピーカーを飛ばす心配がなく、ミキシングに没頭できます。パワーアンプの前段の低い信号レベルでクロスオーバープロセッシングを行うため、電源を入れて1分後でも24時間後でも同じ音質が維持されます。実質的なオーディオモニターの音響特性は部屋の影響を大きく受けます。本体裏側には音響補正スイッチがあり、一般的な調整が可能です。さらにベストなモニター環境の実現のため、日本語のモニターセットアップガイドを用意しています。標準装備のスピーカーインシュレーターアイソポッドは設置場所の不要振動をカットしてくれます。またアイソポッドは音響軸の垂直角度をあなたの耳の位置にアジャストでき、ベストな音響特性を得ることができます。ジェネレック8000シリーズはパーフェクトなアクティブモニタースピーカーとしてどのようにして作り上げられたかの要点をまとめてみます。4ミリ厚のアルミニウムは18ミリ厚の MDF 合板よりも合成度が高い。ゴースト音源を抑えるラウンド形状、パワーアンプ前段のクロスオーバー回路、専用設計のマルチアンプ、信頼できるオーバーロード保護回路、部屋の音響特性に応じた補正調整、軸外でもフラットな特性を実現させた DCW という指向特性を制御できる形状です。すべてのジェネレックは工場出荷前に1台ずつ厳格な調整工程を経ています。5年前に製造されたジェネレックも、できたばかりのジェネレックも同じ音質です。ジェネレックは製品のロングライフ化を目指しています。フィンランドの本社工場で25年前の製品のメンテナンスを行った実例があります。いかがでしたでしょうか。色付けのないニュートラルなジェネレックの主張や詳しい情報についてはジェネレックの販売店にご相談ください。よろしくお願いいたします。